国道490号の森方面、山口県宇部市こと芝町付近、国道490号は、山口県宇部市から、山口県峰市を経由して、山口県萩市に至る道路である、山口県を縦断し、瀬戸内海側の宇部市の国道1 9十号分岐を、起点に、秋吉台から、山口県を南北に縦断して、笹目峠を越えて、 日本海側の萩市の国道191号交点を終点とする一般国道の路線であり、山口県の交通の要衝である山口市を合理と萩市を結ぶルートの一部となっている。三根市から終点の萩市にかけてはバイパス道路として地域高規格道路を合理萩道路が計画されており、2011年に開催されたおいでませ。山口国体に合わせて、 同年5月28日までに一部区間が開通した。残る区間の江戸 IC 萩 IC 館については、2014年度に新規事業化された。詳細は、小郡萩道路を三照協愛区間の入り口に掲げられている、県道への迂回を促す、看板国道490号は、起点の松山町一丁目交差点、白石交差点間は4車線以上の幸福院道路で、 それ以外の大半の区間は2車線で整備されている。しかし、峰市三戸町江戸を似たんだから、萩市山田にかけての笹目峠付近約9キロメートルは、ほとんどが山中であり、大型車の通行はおろか、普通乗用車であってもすれ違いが困難なほどの境外道路である。この間は、山口県が設置した道路を U ターンをして県道へ、迂回通行することを進める。 胸のお知らせの道路標識が設置されている。この道路標識の指示に従えば、国道490号から山口県道32号萩州方線を及び国道262号を利用して萩市内へアクセスするのが一般的である。例えば、萩市、大和山田の県道308号分岐点においても、県道よりも国道490号の方が道路幅員が狭い。 いわゆる国道区間の距離は短い高規格化する計画の事業化が進められている。しかし古い形式のカーナビや一部の携帯電話の道案内用アプリケーションを使用した場合などに萩へ向かう優先経路としてこの区間の国道490号を指示される場合があるため2006年に国民文化祭山口の開催に合わせ萩市役所がカーナビ製造会社に対し 自家用車で、萩へ訪れる多くの観光客がこの路線に迷い込むとして、異例とも言える経路の見直しを申し入れている。また、道路を管理する山口県も、現地に、県道の利用を推奨する、旨の看板を掲示している。国道495下り方面、山口県宇部市こと芝町付近、6車線化が予定されている。宇部市中心部の六車線化2千十一年現在、 起点の松山町一丁目交差点から、宇部市こと芝町までの区間のみが6車線となっているが、2007年から沿線の渡しない側を暗渠化して、西梶開始交差点までを6車線に拡幅する工事が行われている。宇部拡幅道路改築事業宇部市内の白石交差点や北挟間交差点を中心に発生する渋滞を解消すること等を目的に、1993年に、 事業化、1995年に着工した。2001年の山陽自動車道上、下関線開通に伴い、上 IC 周辺の一部区間が共用開始。2006年には、上市上上、白石交差点間の整備が完了した。現在は、白石交差点、吉和交差点間の工事が行われており、2014年までの完成が予定されている。 宇部市南市萩市 ABCDEF2015 年4月1日、現在宇部川から国道490号を萩方面に進み、南市水戸町内で直進し続けると萩州方線に入る。ありがとうございます。